皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はですね、なんとじゃじゃーん、こちらです。サンリオ店に行ってきましたということで、こちらで売っている商品をたくさんね購入したので、こちらです。購入した購入品紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、こちらのサンリオ店なんですけど、日本の可愛い文化60年史ということで、六本木にあるね、六本木ヒルズのところでやっている、サンリオ店なんですけど、9月の17日から1月の10日まで、会期中は無休ということでやっているそうです。で、私は平日のね、土平日の夕方5時ぐらいから行ったんですけど、結構ね空いてました。で、夜だとその六本木ヒルズのから見る夜景で、が見えたり、東京タワーももちろん近くで見えたりするので、私的には夜の夜景も行ってみてもいいと思うし、昼もね結構明るくていい感じなので、それは何かというと、このね、キャリーちゃんとかの PV とかでもプロデューサーを務めている増田セバスチャン氏がプロデュースしているこちらのね、写真に載せとくんですけれども、こちらは全長7メートルにもなる大迫力のシンボリックアートタワーみたいな、お人形さんがね、サンリオのキャラクターのお人形さんがブワーってタワーみたいなのがあるんですけど、それの後ろバックが本当日本のっていうか東京のこうパノラマになっているんで、その写真を撮るのに夜景がいいのか、まあ、昼間の感じがいいのかっていうのは人それぞれなので、夜景はね結構ねライトアップされたりしてすごく良かったので、まあ夕方ぐらいに行くと、まあ、両方ちょっとだんだん暗くなってくる感じとかを楽しめるんじゃないかなと思って、まあ結構平日の、まあ、金曜日とかは混んでるかもしれないんですけど、金曜日以外の平日の夕方だったら結構割と本当人もあまりいずっていう感じで、写真は撮って OK っていうことになっていて、フラッシュ撮影と動画撮影は NG だったので、その辺は撮影はしてません。なので静止画だったらどこのでもフラッシュなしで撮れるので、結構ねいろいろ懐かしいものとかはかわいいものとかもあったので、ぜひぜひ皆さんも写真撮ってみてください。はい、ということで、こちらサンリオ店で購入したものを紹介していきたいと思います。なので私はちょっとマイメロちゃんのカチューシャをつけてなりきってます。お洋服はねアンジェリックプリティさんで、ちょっとマイメロちゃん風な感じで、マイメロちゃんもここにいまーすみたいな感じです。ちょっとで頭でっかちなので今にも崩れ落ちそうなんですけど、購入品紹介をしていきたいと思います。それでね、このね袋も実は今回購入できるというか、お金がかかります。でも可愛いので買ってしまいました。ちゃんとね書いてあるんですよね、サンリオエキシビジョンって書いてあります。はい、ということで、ではもろもろ紹介していきたいと思います。まずじゃじゃじゃーん、こちらです。こちらはですね鏡になります。サンリオ店スタンドミラー15、これね多分1000円ぐらいだったと思うんですけど、今回のそのエキシビジョン、サンリオ店のオリジナルグッズで60周年アニバーサリーって書いてあります。中はね普通の鏡なんですけど、結構ピンクと赤のコントラストがすごく可愛かったのと、鏡もねちゃんと大きめの鏡なのですごく使いやすいなと思って購入しました。はい、こんな感じでいろんなキャラクターがいっぱいいます。めっちゃ可愛い。やっぱりピンクと赤って可愛いし、なんかキティちゃんっていう感じもしますね。
マロンクリームちゃんとかポチャッコとかキキララちゃん、キティちゃん、マイメロちゃんと主要な方々もいらっしゃるので、かわいい、めっちゃかわいい本当に。はい、という鏡です。まず1点目、続いてはこちらになります。じゃーん、こちらはこちらもね、サンリオエキシビジョン限定のものなんですけど、キティちゃんのハンカチです。刺繍ハンカチ、刺繍タオルか。ここにあのエキシビジョンって書いてありますね、サンリオ。これもね、いろんなキャラクターがあったんですけど、なんかね、ふわっとしたタオルですごく可愛かったんで、お値段もね、ほんと600円、700円ぐらいで、そんなに高い感じではなかったです。はい、続いて、はい、こちらになります。じゃーん。こちらは、まあ、マルチポーチになります。こちらも1200円ぐらいだったかな。こっちか。で、まあ、いろんなキャラクターだったりとか、なんかいちご新聞みたいな感じなのかな。で、こちらは本当に何入れてもいい感じのポーチになっていて、こういうツルツルっとした生地になっています。で、かなりね、いっぱい入りそうなので、それこそお化粧ポーチとかでもいいし、なんかキャンディーとか薬入れとかにしてもいいし、マスクケースとかにもできるんじゃないかなと思います。ちょっとね、なんか懐かしい感じの雰囲気があったり、マイメロちゃんがいたりとかして、両面すごく可愛いポーチ、何でも使えるので、こちらも購入しました。可愛い、これも。はい、続いてはこちらになります。こちらは巾着になります。さっきの、この、こちら同じですね。今回のサンリオ店のグッズの、なんかイメージ画っていうか、イチゴとピンクと赤みたいな感じで、同じ感じの柄なんです。同じ柄なんですけど、なんかね、あとペンケースみたいなのとかもあったりとか、あとメモ帳とかもあったんですけど、私は今回こちらの柄、これとこれを買いました。巾着はなんか何でも使えるし、鏡もね、メイクするときとかに使うので、こちらも1000円ぐらいだったかな。そんなにすごい高いって感じではなかったんですけど、結構しっかりとしたタイプの巾着で、で、リボンがね、赤になってるんですよ。だから、キュッとこう、絞ると、こんな感じ。なってます。めっちゃ可愛い。なんか懐かしいキャラクターとかもいたりとかして、結構なんかいろんなキャラクターがプリントされてるので、サンリオ店らしいなっていう感じです。これにもね、いろいろお菓子入れたりとか小物入れたりとかできるので、巾着は何でも使えるかなと思います。めっちゃ可愛いです。はい、こちらとじゃーん。私、実は、まあ、サンリオでの推しは、まあ、キティちゃん、キキララちゃん、マイメロちゃんはもちろん推しなんですけど、やっぱりなんか懐かしいっていうと、マロンクリームちゃんのがやっぱ一番かな、推しなんですよ、ということで、マロンクリームちゃんの、こちらは、ぬいぐるみになります。でも一応タグが、ついてはいるんですけど、これは多分限定のものではないかもしれないんですけど、なんか可愛かったので買いました。これもね、ちょっと隣に置こうかな。ちっちゃいんですけど、最近は少しずつ売り出しては来てるんですけど、そんなに売ってないので、やっぱ可愛いなと思って買いました。そしてマイメログッズが続くんですけれども、こちらじゃーん。こちらは、なんか、いちご新聞のクリアケースですね。こっち側がマロンクリームちゃんになっておりまして、こっち側はこんな感じ。なんか懐かしい感じの。クリアケースとかもね、結構使うので、もうマロンクリームちゃん可愛すぎて。まあ、これとね、こちらとこちらって感じです。
これも買いました。これもね、そんなに高くなかったと思います。まだマロンクリームちゃんグッズが続くんですけど、あとポストカードがいろんな種類あって、だいたい1個160円、まあ、200円弱ぐらいの金額だったので、ちょっといろんな種類っていうか、どれも2個ずつ実は買ってしまいました。なんかお誕生日の時にメッセージ書いてもいいし、お部屋にこう飾ってもいいなと思ったので買いました。これもね、サンリオ店っていう風に書いてあるので、もしかしたら限定なのかな、ちょっとわからないんですけど、懐かしいシリーズでチャーリーチャム、めっちゃ懐かしくないですか、これ。可愛すぎる。裏にメッセージも書けるし、切手を貼って普通に郵便物としてメッセージ送れるしっていう感じ。これも2つ買いました。なんか保存用と使う用じゃないけど、ま、人にあげる用とこっちはもう保存用みたいな感じです。はい、続いてもちろんもちろん大好き大好き、こちらです。じゃーん、マロンクリームちゃんです。可愛すぎる。めっちゃ可愛い。マロンクリームグッズがあると絶対買っちゃうんですけど、なんかこれもポストカードですね。可愛いです。はい、続いて、まあやっぱりメインはこちらですよねっていうことで、キティちゃんも買いました。やっぱり赤いキティちゃんってなんか懐かしい感じもしてすごく可愛かったので、こちらも同じものを2個買って、1個はまあお友達とか使う用、1個は保存用に買いました。ちっちゃい袋も実はポストカード用に買いました。なんかせっかくなのでこういう風に入れようかなと思ってこちらも買いました。はい、そんな感じかな。あとはね、そこのカフェが出たところにあるんですけど、アフタヌーンティーとかもハロウィンとかクリスマスとかでちょっとメニューがね変わったりするアフタヌーンティーがあったりとか、あとオリジナルのノンアルコールのカクテルがあって、私たちの行った時間帯はっていうか、多分アフタヌーンティーは予約しないと多分食べれないので、そのオリジナルドリンクだけ飲みました。で、今回飲んだのがキティちゃんのカクテルとポチャッコのカクテルを飲みました。飲むとこういうコースターがついてくるということで、カクテルの様子は写真に載せておきたいと思いますけど、結構ね美味しかったです。割とね甘すぎずさっぱりとした感じに飲めるカクテルになってました。ノンアルコールのものです。はい、それをねカフェで飲んで、まあ一応コンプリートみたいな感じです。まあ、アフタヌーンティーもすごくタワーになっていて、もし気になる方はちょっと調べて予約していっていただけるといいんじゃないかなと思います。カフェからも六本木ヒルズから見るこう東京の夜景的なものも見えたので、デートとかにもおすすめなんじゃないかなって思います。はい、ということで今回サンリオ店で私が購入した購入品紹介でした。ぜひ皆さんも1月の10日まで毎日やっているそうなので行ってみてください。土日はね割と人がいるみたいなので、平日の昼間か夜か夕方か、もう私は夕方がおすすめなんじゃないかなと思います。はい、ということで青木美沙子でした。それではバイバーイ。はい、こんな感じで私の購入品紹介はこんな感じです。近くで見るとこんな感じです。こちらの巾着とかね、鏡はいろんな他にもペンケースなどなどが売ってました。ポーチとか、まあ、ぬいぐるみとかもたくさんありました。そしてこのね、はがき、めちゃめちゃ使いやすそう。後ろもね、たくさん書けるので、サンリオ店って書いてあって、お友達のプレゼントとかにもいいなと思ったし、私の推しのマロンクリームちゃんもあったので、めっちゃ可愛い。なんかお誕生日のカードとして送るのもいいんじゃないかなと思います。こちらもね、いちご新聞も可愛かったです。ぜひね、サンリオ店行ってみてください。